私でございますけれども、僕は、矢吹すすきのでなぜ地域が出てくるのか、僕はすすきの新本会薄井武史というものでございまして、すすきのさんって名前ではございませんので、読み方も薄のっていう感じになっちゃいますけど、あれですすきのって読むんです。で、新音階サミットという、ツアーがありまして、6月の後半から7月の前半にかけて、回ってくるんですが、その新音階サミットで、あちらのね、モスキートの方で、7月8日に、僕の先輩方、新宿新音階、我孫子新音階、チロリ、なんでチロリっていうね、チロリになってるんです。ただ突然チロリ、まあ、ご存知の方はあのヒデウィズスプレッドビーバーのベースの方がそのチロリンって人ですよっていう、あと布袋寅泰のバンドでもギターあベース弾いてますよっていう人がチロリンさんなんですけど、チロリン新音階ですね、その3人がやってきます。僕は来ません。さっきそのことをもう一度大西君に話したら、いやなんでやねみたいな感じになってましたけども、そういうことなんです。うん、本当は来たかったんだけど、札幌の方でね、僕の、やってるイベントがちょうどかぶっちゃいまして、それを知ってるか知らないかも関係なく、あの新本会の、 あの総長さん、あの新宿新本会さんがこの日程がいいと決めて、それいけないですよって言ったら、それをガン無視されたんですね。そんな、まあ、新宿新本会さん、つい何月か、3月かな、3月あたりに、ここに来てたはずなんですけれども、また来ますんで、その時にはあの吉名に、来れる人いてあげてください。僕は札幌でライブやってます。そんなわけで、ね、またこうやって来れたらいいなと思ってますので、ぜひ、矢吹恭一、すすきの新音階、どちらともよろしくお願いします。2人揃って、見たいときは矢吹すすきの2人旅で旅しに来いよと言ってくれれば、なんとか来ます。年を取れば取るほど何か知らんけど一生懸命、活動を増やしていく、2人合わせて90歳、矢吹すすきの新音階でございますけれども、矢吹すすきの新音階でおかしいな、2人旅でございますけれども、私の曲をちらっと聴いてみてください。もがきながら歩き続ける、なめを巻き続けている、お前はまだ胸寒い朝に目覚めて、それを抜けきれる体を振り出せ、そのせいでたくさんの思いを背負い込み、愛しき者のために浮かばへ飛び出した、寒い空の下で出会いました、手の届かない夢を続きながら祈った、腹にしまい込んだ気持ちは変わらない、ありのように立ちのようにせわしなく回る世界で、もがきながら歩き続ける、誰を巻き続け分かったふりしたり、嘘ついて騙したり、不器用で泣きそうなお前の方が一番活かしてる、
その背にたくさんの思いを背負い込み、愛しき者のために歌えとみなさい。ありのように立ちのように手はしなく回る世界で、もがきながら歩き続ける、誰も待ち続けている。出会いも別れもいつだって必ずやってくることだから、信頼なるかっこいい友人よ、手を合わせて祈ってる。ありのように立ちのように忘れる回る世界で、もがきながら歩き続ける、誰を待ち続けている。分かったふりしたり嘘ついて騙したり、不器用で楽しそうなお前の方が最高に暮らしてる。ありがとうございました。